シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日、今週末公開作品について語りながら、今週のシネマサロン収録作品を、決めていきたいと思います。はい。今回は、2月9日に、1本水曜日ですが、はい、ビートルズのドキュメンタリーがありますが、はい、それ以外は2月11日12日公開の作品について、まずは語っていきたいと思います。はい。じゃあ例によって竹内さん、はい、今週は二重丸が2本ありまして、はいはい、1本は国境の野草局ですね、はい、これはあの2013年にドキュメンタリーとして初めてあのローマ環状線巡りゆく人生たちという作品でベネチア国際映画祭の金獅子賞グランプリですね、はい、を取りましたジャン・フランコ・ロージー監督の最新作、はいはい、で僕はあのそのローマ環状線巡りゆく人生たちを見逃したんですけど、はい、2016年に、ベルリン映画祭に行った時にそのジャン・フランコ・ロージの新作があるってんで見たら、なるほど、これ素晴らしい作品でね、まあ、日本タイトルは海は燃えているイタリア最南端の小さな島っていうタイトルなんですけどね、これはやっぱ素晴らしい映画で、もう見た途端にこれ キンクマグランプリ行っちゃうんじゃないかなと思ったら、もうそのまんまキンクマグランプリでね、素晴らしい映画でしたね。あのなんだろう、そのドキュメンタリーなんだけど、ドキュメンタリーって結構その送り手が、まあ、あのメッセージなりその撮る対象物であるモチーフなりをね、はい、まあ、あのすごくなんていう そのベクトルに向かって撮るので、はいはい、まあ、かなりこう送り手の気持ちがはっきりするような作品が多いと思うんですけど、うん、やっぱ彼の作品のすごいのは、うん、その丸ごとバーンとこう提出して、うん、なかなかその一点絞ってね、うん、見せるんじゃないっていうやり方ですよ、うん、でなんか国境の野草局の予告編見てても結構なんかいろいろなモチーフがありそうな感じが、はい、もうすでに予告編だけでもしていて、うん、どういうふうにどのだからどういうモチーフをいっぱい入れてどういうふうに最後収束させてるのかね、うん、まあ、修練っていうのと多分違うと思うんですよ、うん、あの一回映画を収束してるけどそれすごく暫定的なもんであるという、要するにその後も続いていく余韻がね、うん、あのあるっていうのが多分彼の作風なんだと思うんで、まあこの国境の野草局はぜひ見てみたいですね。今回はでもそんなに目立った賞を取ってないですよね、うん、それがまたちょっと不思議で、なるほど、もうみんな一応もう認めちゃったからなんか、うんうん、ちょっとその辺をね見てみたいな、はい、2つ目の二重丸、ちょっと思い出しただけ、はい、これはあの自分のことばかりで情けなくなるよと、はいはい、私たちの母とか安住春子は行方不明、バイプレイヤーズ、もしも100人の名脇役が映画を作ったら、クレナズメなどを、精力的に作品を発表している松井大吾監督の最新作ですね、はいはい、あの池松壮亮と、なんだっけ、サイリちゃん伊藤沙莉、はい、まあダブル主演なのかな、うん、ですね、まあ、伊藤沙莉さんね、ちょっとかなり、うん、注目度がさらに今年に入って上がってます、ね、まあ、月9のヒロインをね、はい、やってるっていうことで、はい、まああれですよね、はい、それから、まあ、優子の天秤で、はい、この間木村淳報の新人賞、はい、優子の天秤だけじゃないサマーフィルムに乗って、はい、あと偽りのないハッピーエンドか、はい、かゆみさん、はい、も出てるということですね、はい、まあ、その他国村淳さんとかニューヨークの屋敷さんも出てるんですよね、ニューヨーク屋敷どんな風に演技するのかちょっと見てみたいね、うん、あと成田凌、永瀬正敏、はい、というふうな、なかなか面白い、結構豪華ですね。あと市川美和子さんも出て、これ東京映画祭の観客賞を取ってるね、うん、でジム・ジャームッシュの、はい、ナイト・オン・ザ・プラネットが大好きだと言ってるクリープハイプの尾崎世界観さんが、はい、今回のそのなんだっけ曲を作って、でそれを松井大吾監督が見て、なるほど、だからその尾崎世界観さんの世界観を映画にしたんじゃないかなというふうに思うんですけ ど、はい、
まあ、あのテアトル新宿なんか行くとね、予告編と一緒に尾崎世界観さんじゃあクリープハイプのその曲がね、はい、ナイトオンザアースだったかな、はい、タイトルは、はい、日本タイトル、あ、ナイトオンザプラネットでいいのか、ナイトオンザアースは映画の現代だね、はい、うん、ナイトオンザプラネットっていうタイトルじゃなかったでしたっけ、ジャンプし、日本タイトルはね、あ、そうか、うん、現代はナイトオンザアース、ナイトオンザアースね、はいはい、またなんかあのコメントで、はい、竹内さんザって言ってましたとかって言われると困るから字うん、字ね、はいはい、地は地持ちではないです、うん、まあだからちょっとね、はい、そのジャムシュ好きな人もね、はい、多分だからあれだよね、永瀬正敏さんとかはオマージュで出演してもらったのかもしれないですよね、うん、多分ね。でだから伊藤沙莉さんもあのタクシードライバーということで、はい、となるとウィノナライダーなのかってことになりますけどね、はい、まあいいやそれは、はい、ってことで、まあ、非常に楽しみだな。で丸は1本しかなくてウエストサイドストーリーですね、はい、まあ、言わずと知れた1961年ウエストサイド物語の、まあ、リメイクになるのか、そのミュージカルの原版の再映画化になるのか、うん、それはちょっと見てみないと分かんないけど、1961年なんですね、元はね、ウエストサイド物語はね、毎年ですね、佐藤さんと、あなたもね、そうですか、ユーもです、そうですか、ユーもユーっていうのはあのタレントのユーさんですか、あなたです、うん、そうですか、竹内真二さんですそんなしつこく言わなくてもいいよ、分かったから、はい、はい、三角はね、はい、三角にすんのか、それとも、興味ある作品っていうのにするかね、うん、ちょっと迷った作品が今週多いんですけど、はい、まあ、正当な三角の三角としてはザ・ユナイテッド・ステイツ・バーサス・ビリー・ホリデー、これどう読むかな、タイでいいのかな、日本語タイトルはね、うん、どうですかね、タイトルだけにタイかな、バーサスでいいんじゃないですか、ね、バーサスでいいのかな、うん、その場合は V を発音しなきゃいけないのかな、バーサスか、プレシャス・ペーパーボーイ・真夏の引力・大統領の執事の涙のリー・ダニエルズ監督の最新作ですね。でアカデミー賞の主演女優賞候補にもなりました、そのビリー・ホリデーを演じたアンドラ・デイさんがゴールデングローブ賞の主演女優賞を受賞しているということで、これはまああのビリー・ホリデーのなんだっけ、なんとかの果実、うん、なんだっけ、あ、狂った果実じゃん、奇妙な果実、奇妙な果実は違うでしょ全然違うでしょ果実って言うとそれしか思い出せない、奇妙な果実、まああの歌ってなんかいろいろとね、そのもう今だったらきっとネットで大炎上みたいな話になると思うんですけど、まあ、それでアメリカに訴えられて、なんかね、あれ、なんだっけ、歌唱禁止になったんだったかな、ちょっとあんまり詳しくは知りませんが、まあ、それを描いた作品ですね、楽しみです、はい、あとはだから三角 つけるべきなのか、それとも興味ある作品で止めとくのかね、はい、ちょっと迷った作品が3本ありまして、はい、1本がティルディス、はい、これトランスフォーマーのミーガン・ホックス主演のシチュエーションスリラーなんですけど、うん、これはだからちゃんと格調高いシチュエーションスリラーなのか、はい、それとも単なる B 級なのか、はい、ちょっと予告編見てるだけではどっちとも言いかねるので見てみないと分かんないな、うん、で僕はまあ大体いつも言いますけど、こういうサスペンス、スリラー、ミステリーは大好物なんで、うん、仮にくだらなくても見たいなっていうのがあります、うん、結構そのシチュエーションの設定がね、予告編見てるだけ結構楽しそうなんだよね、はい、昔ウィリアム・P・マッキバーンの真っ白な嘘だったかな、違うな、なんかあって、それと結構似てるんだよね、多分だからそっからの本案なんじゃないかと思うんだよね、寛骨脱退じゃないかと思ってるんですけど、それから2本目のそのなんだっけ、三角とも興味ある作品とも言えないのはブルーバイユー、これはあの、韓国系アメリカ人のジャスティン・チョンさんが監督脚本主演を演じ、を、担当された作品で、まあ映画の、まあ、設定は子供の頃に韓国から移住して、養子になった子が、まあ、長寿でね、その妻 と娘を持って暮らして、アメリカ人として暮らしてるんだけど、ある時その警察に立てついて、実はその子供の頃 の、そのなんていうの国籍取得がなんかこう疑惑があるっていうふうに言われて、国外追放なんじゃないかっていうのはね、現代 の、そのアメリカの感性、罠をついた作品だと思うんですけど、多分これ実際にこういうことあったんでしょうね、うん、だからきっとジャスティン・チョンさんがそれにすごく共鳴して、自身のその出自も勘案して お書きになったんじゃないかと。それでしかもそのヒロインをね、アリシア・ビキャンデルがやるんですよね、うん、これがどうしてアリシア・ビキャンデルなのか、アリシアは結構これに共鳴したのかなっていうね、うん、ふうにもちょっと感じて、
まあ、彼女自体も見てみたいし、まあ、作品としても面白そうなので、このブルーバイユー、ブルーバイユーってことはこれあれかね、あのその五大湖あたりの話なのかな、ちょっとよくわかんないですけど、あんまり詳しく知るとつまんなくなっちゃうから、なんとなくイメージで喋ってる。ブルーバイユーのなんかあたりはやっぱり五大湖地区の話なのかなというふうにも思いますけどね。それからその3つ目の三角とも興味あるとも言えない作品は嘘食い、まあ、監督はあのリングシリーズの中田秀夫さんで、主演が横浜流星なんですけど、なんかその今までいろいろあった怪事とかああいうののライアーゲームとかなんかそれ系だよなっていう、だからどうなのかな、ちょっとあの見るとがっかりもするのかなと思いつつ、そのものすごいオーバーアクトの予告編見てると、てめえの嘘を食ってやるなんつって、ね、横浜流星君が今までに見たことないぐらいのオーバーアクトをしてるんで、ちょっとどんなもんか見てみたい。あれ予告編ってあそこだけ抜くとものすごいオーバーアクトに見えるんだけどね、まあ、漫画原作なのかなこれ、コミック原作だと思って、そうなの、またほらコミック原作嘘ついちゃったりするから、いや俺もちょっと今自信がなかったんですけどあの T さんがうなずいてくれたんで、そうか、あの違いない、大丈夫、これは大丈夫って言われてるけど私もですなんかなんかでもちょっとねコミックと同じなのか違う設定なのかがちょっとどうもいろいろ議論が起きそうな、しかもこれ嘘食いっていうタイトルがさ不思議なタイトルじゃないですか、そうです、ね、つい僕これ爆食いって言っちゃうんだよね、まあどうでもいいです。バックマンっていう映画もありましたよね、うん、コミック原作。それからさっきさこちゃんもちょっと言及してましたけど、はい、ザ・ビートルズ・ゲットバック・ルーフトップコンサート、はい、これもともとあれだっけ、レッド・イット・ビーだっけ、ゲットバックかなんか最後の部分についてるじゃないですか、もともとのはね、はい、60何年だっけ、70年、68年ぐらいに、はい、あの公開した映画の、はい、最後はこのルーフトップコンサートで終わりますよね、はい、でもこれ丸々それを完全版で撮って、しかも今ディズニーで配信されてるゲットバックっていう、はい、ザ・ビートルズ・ゲットバックかな、それはゲットバックと違うのかしら、いやちょっと私ビートルズにはそれほど、ああそうなんだはい、それほどで、これもまあちょっと見たいなっていうね、うん、確かにあの僕もあの幼少の見切りにその洋楽に多分最初に触れた一つがビートルズであることは間違いないので、それはちょっと見てみたいんだけど、これ IMAX 専用、あ、そうなんだ、しかも限定で水曜日から日曜日までの水木金土日5日間限定公開なんですよ、へー、だから多分値段も2000円とか2500円とかするんだと思うし、しかも IMAX 限定だし5日間限定だし、ちょっと見にくいよねっていうのは思います、ね、でもこれやっぱりディズニーチャンネルにこう誘導したいみたいな、まあ当然、ね、当然そうだと思います、ね、うん、今もだからね YouTube 見てても最初にその、うん、なんだっけ、あのウォルト・ディズニーのゲットバックの、はい、なん宣伝がね、宣伝がすごいお金かけてやってますよね、結構、まあ、なんで多分それの一環なんだろう、だから5日間しかやんないし IMAX で、はい、だからやるんならたくさん大きなお金を取ってやろうってのあると思うんですけどね、はい、まあ、そういう映画だと思う、でも見てみは見たいよね、はい、これ普通にだから、まあ、3週間限定とかで、うん、その IMAX じゃなければまず見るな、うん、時間も短いしね、うん、52分だったかな、なんか短い、50分ぐらいだよ、ね、65分か、はい、だったらねすぐ見られるから、はい、1日これだったらこれ入れて3本見ても全然見られるからね、はい、っていうふうには思いました、はい、あ、すごい、でも売り切れたんですね、結構売り切れてるよね、売り切れてるんだ、そうだ、だって IMAX そんなに席ないもんね、たくさんはね、いつもみたいに増やせないしね、それからもう一本気になる映画はザ・レスキュー、はい、奇跡を起こした者たち、はい、これあの一時期ものすごい話題になりました、あのサッカーチームのタイだっけ、タイのサッカーチームの少年たち11人だったっけな、はいはい、がその洞窟の中で閉じ込められて、それを救出するのに、はい、なんか確か潜水夫の一人も亡くなっちゃったんですよね、そうですね、で確かこれタイのだからアカデミー賞を外国、まあ、今で国際長編賞のタイ代表作品、はい、多分15本のショートリストには残ってないと思うんですけど、まあだからザ・レスキュー、奇跡を起こした者たち以上です、はい、はい、じゃあ竹内さんが挙げられなかったやつで、はい、作品で気になるのは、はい、私は
西成五郎の4億円ですね。あ、西成っていうのと4億円っていうワードがちょっとどういうこっちゃと思って、ちょっとだけ気になります、うん、なるほど、チーム奥山ですね、うん、あ、これチーム奥山なんですか。そうなんですよ。あとタイトルだけで気になったのはオーストリアからオーストラリアへ、2人の自転車大冒険って、うん、オーストリアとオーストラリアはよく言い間違えますが、そっからその2カ国で自転車で行くのってどういうことって、どっかで海をどういう方向で渡ったかっていうことがポイントなんですね。それもちょっと気になりますね。海は2回渡ったのかな、はい、1回かな、どうなんでしょうね、その辺はちょっと気になります。1回かな、はい、1回だね、はい、うん、ということで、T さんにも、はい、うん、何か気になるものありますか。っていうか T さんは何が一番見たわけですか、今週は。一番一番が2つある、はいはい、ウエストサイドストーリーとちょっと思い出したの。お、まあ、ウエストサイドストーリーといえばミュージカルをちょっと敬遠するきっかけになった作品でもあるので。あ、それ何歳の時ですか。どうだろう、もう何歳か覚えてないですけど、うん、多分中学生ぐらいじゃないかなと思うんですけどね、おぼろげに、うん、一番納得いかないのはこう、まあチーマー同士の戦いみたいなやつじゃないですか、うん、日本でいうと、ね、その時に突然歌いだった、突然歌いこう突然歌い、いやいや戦いどうなったのってこう、いやいやいや子供ながらに思っちゃったんですよね。いや、そう、まあね、子供だからね、うん、子供だから、うん、それがでもすごい評価が高いじゃないですか、まあね、はい、うん、まあね、それがなぜそうなんでしょうか。アカデミー賞も何部門かノミネートされて、はいはい、作品賞も取ったんじゃなかったっけ。あ、じゃあちょっとだけアカデミー賞のノミネート状況に言及しますと、はいはい、作品賞に、まあ、一番話題としてはドライブ・マイ・カーがノミネートされておりまして、うんうん、あとね、ちょっと収録前に、雑談で、まあ、今回リメイクが非常に多いな、うん、まあ、それはさっきも言及したけど、はいはい、リメイクなのかはい、その元版の再映画化なのか、はい、かはちょっとわからない、うん、原作元版の再映画化なのか、はい、ちょっと見てみないとわからないのもある、はい、あとネットフリックス作品が2作品、ドントルックアップとパワーオブザドッグ。ドントルックアップは違うよね。ドントルックアップはアマゾンじゃなかった。 あれはマクベスか、うん、だからネットフリックスで、ね、はい、あ、まあ、要は配信業者さんの作品が2本ノミネートされてて、うんうん、まあ、いよいよ配信、いや、でも今までも作品賞にはノミネートされてんだけど、うん、で受賞はしてない。そうだから受賞するかどうかっていうのがちょっと、うん、まあ、一番下馬評が高いのはパワーオブザドッグだもんね、うん、このシネマサロンでも散々、はい、はい、熱く語ったパワーオブザドッグが、はいはい、しかも助演男優賞部門で2人もノミネートされてね、そうですね、すごいよね。まああとはね、ドライブ・マイ・カーが4部門にもノミネートされてるので、うん、まあ、まあこれはなんか国際長編賞はもう間違いない感じがしちゃいますけど、はい、もしこれで国際長編賞取れなかったら結構なんか日本の映画ファンはみんなショックなんじゃないか。紛糾しちゃいますね。いや、紛糾はしないけどさ、あのショックは炎上はするね。炎上もしないと思うけどね。日本人は炎上するんじゃん。炎上するのかな、うん、これ全然枠が違うからね、はい、うん、まあかなりなかなかハードルは高いけど、いやでももう4部門ノミネートしただけでもすごいじゃない、ね、しかも作品賞に日本映画がノミネートされるのは初めてだからね、うん、だからぜひ取ってほしいなと日本人としては思います。作品賞、はい、いや無理でしょそれは無理だと思うけど、うん、じゃあ竹内さんの一番の、まあパワーオブザドッグじゃないかと思うけどね、なんかこれが一番本命と。まあとにかくこの中で多分分かんない、はい、まだ見てない作品もね、はい、ありますけど、ね、多いけど多分出来、はい、作り上がりは多分一番パワーオブザドッグ、じゃあ本命パワーオブザドッグ、対抗、対抗ね、対抗はドライブマイカーじゃないですか。ドリームプランかベルファストじゃないの。そうか、うん、なるほど。じゃあ入んないの、穴、大穴。いやドライブマイカーが作品賞取ることはほぼないと思う。なるほど。これだからこの何、何本なの今年は、9本、あ、じゃあ10本、10本なんですか。これ10本の中に入るっていうだけでもちょっと驚いた、はい、素晴らしいですね、うん、いやもちろん一部で可能性はあるだろうっていう読みはあったけど、はい、ただやっぱり作品賞の中に入ってくるっていうのはよっぽどだからアメリカ、僕らほら日本にいるからアメリカのその映画業界の、ね、いやいや状況じゃなくて公開状況、違う違う違う、状況じゃない、状況なのや、はい、だからそのキュンっていうのは、はいはい、その業界にアメリカのその映画業界にいなければ
ちょっと肌身としてムードとか雰囲気盛り上がり、そうそうそう、そういう感じ。結局アカデミー賞って人気投票なんで、はいはい、みんなこれをすごく何権威ある賞だと思ってる人いるけど、これ単に映画協会のお祭りでみんなでなんか一番決めようぜみたいな、我々がシネマサロンで居酒屋で喋ってる映画話とほとんどだから視点的には変わらないんで、ね、はい、過去にもね、うん、名作と言われる作品でアカデミー賞を逃した作品、うん、すんごいたくさんあります。まあっていうかさ、別にアカデミー賞が業界のなんつうのそうそうそうお祭りだから、これはだから別にその批評家が目くじら立って大激論して決めてる映画祭の賞とはちょっと違うしね。なるほど。だからどの作品がいいのって言った時に、だから見てない作品が多くても投票できたりするケースが今まで多々あったんで、はい、なんか今から何年か前にその見てない人は投票から排除しようとした動きがあったみたいだけど、うん、それもその後どうなってんのかね。なるほど、やっぱアメリカの映画業界にいないとこのアカデミー賞ってすごいで、なんかすごくアメリカのアカデミー賞を褒めそやして日本のアカデミー賞をけなす人はいるけど、それはもちろん日本のアカデミー賞も、日本の映画団体が始めたお祭りなんで、まあ、まあその権威はもちろんアメリカのアカデミー賞もはるかに高いとは思うけれど、基本的に概念はそんなに変わらないよ、ね、ただの人気投票だから。当然その多く見ている作品の方が有利なわけでね。それでかつてそのミラマックスがその DVD をねその老人ホームに送り届けるわけよ。老人ホームにいっぱいそのアカデミー賞会員がの残骸がいっぱいいるのよ、うん、いたの当時は、うん、でその人たちに、でしかもなんだっけ、ケビン・スペーシーがその逆転で主演男優賞を取った時に、なんだっけアメリカン・ビューティーか、うん、取った時にどうもなんか老人ホームの慰問をしたらしいんだよ。なるほどね。それで取れたんじゃないかって、そこまで。でこれももちろんどうなのかわかんないけど、でも結局はそのアカデミー会員の投票によって最後は決まるので、まあその見てない人が、これがいいんだろうね今はみたいな投票してる人もいっぱいいたのよかつては、うん、今ちょっとだいぶいろいろやったみたいで、うん、そのまあ黒人のノミネーションが少ないとか、うん、女性のノミネーションが少ないとか、まあいろいろそのね団体的にも、まあ、会員が少ないせいだとかっていうんで、女性の会員とか世界中から、まあ、アジア系の会員増やしたり、うん、ね、いつもコメントもくださる星野さんも今や会員ですからね、はいはい、アカデミーの、はいはい、で当然そのアカデミー賞にノミネートされたり受賞した人はみんな会員になる。ケン・ワタナビとかもね、うん、今や会員で、はい、みんなだからそうやってどん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 増やしてるわけだよね。まあそうしてだからなんだろうな、偏らない、うん、作品のその受賞傾向に偏らないようにしようと、うんうん、まあ、それがゴールデングローブ賞なんかにもすごい飛んでね、はい、ゴールデングローブ賞がその日本のなんか某歌謡大賞やなんかと同じように接待してるとかお金渡してるとかいろいろな話題になってゴールデングローブ賞が1位すごい揉めたこともありましたけど、はい、だからまあアカデミー賞のその作品賞っていうのは決してその出来がいいからね、やっぱり投票するんじゃなくてやっぱ機運だと思うんですよ、うん、だから逆に言うとドライブマイカーがその10本の中に入ったのもその年末のアメリカの重要な映画賞にいっぱい入ってね、その投票しようとした人たちがドライブマイカーを注目もしくは見てくれて素晴らしい作品だということで、その機運的にはね、うん、結構上がってると思うんですよね。だからといってでも作品賞まで、だからそのパラサイト地下室の家族で半地下の家族は多分相当機運が上がったんだと思うんだよね、うん、その機運がその作品賞とかコンユジョンでいいんだっけ、うん、合ってるから、また間違ったらすいません、コンユジョンさんのアカデミー賞助演女優賞、はい、受賞につながったんじゃないかと思うんだよね、はい、なるほど、うん、逆に言うと評価とすると、うん、じゃあ批評家協会賞とかの評価の方が作品の評価としては、うん、まあ賞としては値するってことは、うん、っていうかそのさ、映画っていつも言うけど見方の問題じゃないですか、うんうん、だからなんかすごいマニアの人になると、うん、なんでこの作品が入ってこの作品が落ちるんだとか言うけど、うん、評価ってのは人それぞれだからね、うん、その作品的な評価もそうだし、そのフェイバリット的な評価ももう人によってそれぞれじゃないですか。しかも同じ部分を見てこれをいい演技と見るかオーバーアクトと見るかもその人の評価だから、なかなかそこは難しいところだよね。だから評価
とかその作品のクオリティを絶対値化して数値で判断するのは、うん、まあ事実上不可能っていうことです、ね、しかもねこれ2022年のその1月とか2月とか3月の時点で決めてるわけじゃないですか。これとやっぱり1年後とか10年後とかだともう全然違う。前もさあの日本映画の部分で話したけど、今やもう世界中のあのベスト10にね、歴代ベスト10っていうかその全オールオーバーザワールド全作品でベスト10の中に入ってくるような真の侍が当時キネマ旬報のベスト10で第3位で、佐藤さんも驚かれてましたけど、うん そうですね、その上2本にあったのが木下圭介作品っていう日本とも、うん、もうだからそれはその時の評価だからね。 なかなかその時代性、映画は時代性もあるし、うん、それからやっぱりその例えば投票したり評価したりするのも、うん、やっぱりその時のそのなんていうのかな、これは機運とは別に、はい、その現代的な視点っていうのもすごいその映画に求める、うん、まあ、批評家や映画ファンの人も多いわけじゃないですか、うん、これがだからどのぐらいその作品の中に現代的、今だから映画化する意味、例えばさっきもだからリメイクなりその再映画化が4本あるって話があったけど、これも多分その現代的な視点に少しずつ変えられてると思うんですよね。そこをだから評価するのか、いやいや映画は別にそのエヴァーグリーンだからそういう別に時代的な評価は現代的な評価はいらないんだっていう人もいると思うんですよね。そういう意味ではもう本当に映画の評価って様々だから、どんなにくだらないって誰かが言っていて、世の中でくだらないっていう映画ね、今なんか大怪獣の後始末が大変なことになってますけど、まあ、それはちょっと本日まあまあ話すけどね。いやでも大怪獣の後始末がああやって、はい、もうなんちゅうのみんなでなんか石持って追われるような感じになっちゃうじゃない、ね、はい、あれがやっぱり今のさ、まあ一つの機運なんだろうね、はいはい、でそれがだからさ、そのアカデミー賞みたいなそのまあすごいこういうとなんか語弊があるんだけど、人気投票なのよ本当に、はいはい、それフェイバリットで選んでる人もいれば、その見てなくて気分で選んでる人もいれば、うん、なんか相対的に見てないんだけど相対的にきっと今年はこれなんだろうねって投票してる人もいると思うんだよね、うん、もちろんだから真面目にこれが素晴らしいと思って投票してる人もたくさんいらっしゃる、すごくその作品的評価として投票してる人もいるだろうし、それはだから100人がいたら100人がその投票するその自分の中のメモリーが全部違うから、これはなかなか難しいし、アカデミー賞の作品賞取ったから名作っていうふうにも言わないし、また逆にアカデミー賞取るとなんか腐す映画ファンとかも多いし、まあこれは一概にはなかなか言えないんじゃないかと思う。だからそのドライブマイカーがその作品賞の10本の中ノミネートにね入ったのは、やっぱこれはあの年末の映画賞とかの機運、はい、がやっぱりドライブマイカーっていう日本映画がすごいんだぞっていうのをアメリカのその映画ファンや映画関係者が認識してきたっていうのはすごくあると思うんだよね。だからそれはもちろん今僕はさっきないって言ったけど、もしかしたらパラサイト近、あの半地下の家族みたいにすごいアメリカの映画業界の中で盛り上がってきてね、あげるっていうこともなくはないのかもしれない、まあ、ただその辺の空気感はアメリカにいないから、うん、ちょっとなかなか把握しづらい。日本でもいろんな人がアカデミー賞の予想するけど、うん、やっぱり日本人がアカデミー賞の予想の、うん、する不利さは、うん、そのアメリカ その空気感がちょっとやっぱ分かんないところでね、うん、だから日本人でもアメリカ在住のその映画ライターやジャーナリストの人たちはその機運っていうのはある程度ね分かると思うから、やっぱアメリカにいてそのアカデミー賞予想するのと日本にいてアカデミー賞予想するのはだいぶハンデがあるんじゃないかなと僕は思う、ね、あの業界の中ではね、うん、ちょうどこの時期アメリカンフィルムマーケットで、うんうん、AFM でアカデミーの発表にちょうどぶつかってる、まあ、ぶつかってるよね。だから業界人同士で、うん、あの予想し合って、まあ、あと外人に聞くからね、みんな。そうですね、うん、それであのどっかに集まって発表して、うん、誰が一番だったみたいなのね、数年前にやってました、ね、セールスカンパニーの社長でもさ、うんうん、やっぱりその映画業界の機運にき、うん、すごい機敏な人もいるじゃないですか、うん、はい、あのそういう人に今年はどうなのよって言って、はい、日本人 の, あの社長とかがね聞いてきて、はい、さも偉そうに自分が予想してるようにもうこれなんだよ今年は決まってんだ俺には分かってんだよ、俺もねちゃんとそういう情報のつてがあるからよみたいな。それはあの某 A 社の S さんなんでしょうかね。いやいやいや、僕は誰とも言って、いやそういう人がいるよねって話、いるんですね、うん、だからまあそういう意味で言うとアカデミー賞っていうのはなんか日本人はものすごい権威ある賞っていうふうに思ってる、はい、確かにその歴史もあるし、映画業界のアメリカの映画業界、映画を愛する人たちがみんなで守ってきた賞だから、はい、それはもちろん何も権威がないとはもしませんけれど、はい、まあやっぱりお祭りでその人気投票であるってことは間違いないと思うんだよね、
じゃあ、アカデミー賞については結果が出たらまたちょっとコメントしたいと思います。皆さんお楽しみに。じゃあ戻りまして、はい、今週収録作品ですが、まずはやはり、ウエストサイドストーリー、それからちょっと思い出しただけ、で、あと、まあ、竹内さんが非常に、おすすめ、というか興味のある国境の野草、今週の一押し、はい、うん、で、まあ、私はちょっとあのライアーゲーム、イカゲーム等のこの辺の作品が気になるので、嘘食い、嘘を入れるんだ、はい、は入れさせていただきたいなと、はいはい、まあ中田監督っていうのもあるので、うんうん、ちょっと中田秀夫監督はどう取られるのかもちょっと興味があります、うんうんうん、で今1、2、3、4本ですね。あと1、2本どうするかですが、うん、竹内さんはどれが見たいですか？ T さんにまず決めてもらう。あ、そうか私は、うん、ティルデスか、ティルディス、うん、かザ・ユナイテッド・ステイツ、あ、ティルデスなんだ、あ、ビリー・ホリデー、ビリー・ホリデー、うん、どっちかかな、なるほど、どっちかがいいのね、はい、じゃああとはサコちゃんに決めてもらう。じゃあその2本ですかね。来週日本映画やんですけど大丈夫ですか？そうなんですよ、日本映画のフェイバリットやんですけど、あ、じゃあどっちかだな、やっぱな、うん、これティルディスと、うん、ザ・ユナイテッド・ステイツバーサスビリーホリデーの公開規模ってどうなかった、うん、ユナイテッドステイツの方がこんな感じ、ユーディスは東京はバルトだけですね、うん、なるほど、神奈川川崎のチネチッタ、あ、チネチッタやな、チネチッタ、まあ、見ないんだ、うん、まあ、どっちでもいいよ僕は、うん、どっちがいいの、いや悩ましいな、多分これは僕はどっちも見るなきっと、なるほど、いやでも来週見れるかどうかわかんないけどね、なるほどなるほど、うん、来週ね、まあ、前回の予告編でも言ったんだけど、うん、下高井戸シネマでね、うん、なんだっけ、特集愛だよどこへ、それからティックティックブーン、はい、それから、草の響き、おネットリックスをやるんですか、うんうん、いやもうティックティックブーンは去年公開してるんだけど、ね、あ、そうなんですね、うん、そっか、だから下高井戸で今回やるんだけ なるほど、あとそのね、まあ、見られるかどうかわかんないけど、ボストン視聴者をキネカ大森でやるんですよ。だからね、結構その見逃したベスト10、まあ、今週ね、はい、あの外国映画編はやっちゃうんで、うん、ボストン視聴者とかティックティックブーム見ても間に合わないんだけど、うん、でもやっぱり見逃した作品がね、なるほど、だいたいそのボストン視聴者見ると、まあ、キネマ旬報のベスト20位までコンプリートするんだよね僕はね、なるほど、なるほど、それもあるんだよね、なるほど、まあ、別にベスト20をコンプリートしたからどうってことはないんだけどさ、でもボストン視聴者を見てないのはちょっと悔しいなと思って、そうですね、うん、結構ね上位に挙げられてる方、でもキネカ大森まで行って5時間見るかどうかっていうのはちょっとね、あれはインターミッションあるんですか？あります、あります、あ、あるもちろん5時間はだってインターミッションないと無理でしょ、ね、どう考えたってちょっと戻りますけど、はいはい、ユナイテッド・ステイツは、うん、あの公開規模結構大きい、でかい、そこそこ大きい、なるほど、だからさっきも言ったけど東京は新宿ピカデリー、うん、じゃあシネクとりあえず今週は5本目はユナイテッド・ステイツ VS ビリー・ホリデーにしましていただきましょうか、はいはい、他の見られたら、はい、まあ、次の週に送ってもいいしね、はい、じゃあティックティック分はリクエストも来てましたね、はい、うん、そうなんだよね、下高井戸まで行くのはなかなかちょっと大変かな、そうなの、いやそうでもないかもうネットフリックスで見れますよ、ああ、ゲスさんじゃないしな俺、そうだよでもやっぱりね映画館で見るのと、うん、配信でモニターで見るのは明らかに鑑賞効果が違います、ね、うん、全然こう深いところまで落ちない僕の場合はね、いや全員そうだとは言わない、僕はでもそういう明らかにこう自分もそうだったなってのはもう今回改めて思いました、うん、はい、集中力はやっぱ無理だよね、うちで見てるとね、はい、はい、じゃあということで、以上5本で、はい、今週は収録させていただきたいと思います、おさらいしないの、じゃあおさらいしましょうか、おさらいしてないよね、はい、ま、してないです、珍しいね、うん、ちょっと今やめようとして、じゃあね、ちょっとね、この後がね、相当ボリュームがあるんで、ちょっと内心焦ってるんですね。アカデミーで喋りすぎたなと思って。だからあの別枠でやったらよかったのに、はい、そう言ったのに僕言ったんだよ。はいはい、別枠でもじゃあ検討しましょう。別枠みのりさん。最近見ないですね、別枠みのりさんね。
はい、じゃあおさらいです。お知り合いなんですか。はい、いや違いますけど、今週末公開作品を、シネマサロンで取り上げる、対象作品は、はい、ウエストサイドストーリー、はい、ちょっと思い出しただけ、はい、嘘食い、はい、国境の野草局、はい、The United States vs. ビリー・ホリデー、はい、以上5作品にしたいと思います。はい、皆さんお楽しみに、よろしければチャンネル登録といいねボタンいただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。